皆さんこんにちは、マーティン。ダイナの役場ティンダです。運転がみるみる上手くなる話をちょっとします。まずはエンジンのチェック、タイヤのチェック、いろいろチェックします。ミラー、シート調整、あとガスケットサーブル、まあ、あとはまあ気持ち、あとはまあいろいろですよね。はい、市街地走行の場合は3つのミラー全部チェック、頼らないようにね。はい、あとはガソリンスタンドで恥をかかないためにはいろいろですよね。はい、あとは信号待ちに気配り、あとはまあ青信号信じられない恐怖現象あるので気をつけてください。路線バスも、はい、追い越すと企業を注意、インカーつけて、はい、あと市街地に潜むポイント、歩く人とかいろいろ、あと譲る癖、確かに煽り運転問題ありますね。サンキューの合図でこんなに違いますからね。はい、あとは大型車どういう特徴か気をつけてほしい。ガソリンスタンドには危険がいっぱい。2車線どっち行く、やはり頭脳線です。はい、あとはうっかりは追突は防ぐには、まず居眠りはダメ、イライラはダメ、彼女とお手手つないでの車、これさっさとサーバーです。はい、あとは早いですね、2車の方は。はい、あとはまあ商店街はゆっくりです。はい、あと2車線スイスイと行けますよね。甘い罠に気をつけましょう。はい、以上です。バイバイ。